とうとうあれですかね、ガーシーと立花隆さんが仲間割れですか、ここに来て。昨日か SNS で再び発信したと。立花さんに正直本当のこと言ってやというだけの話です。ほんまに嘘はいいから、ただのジョークやん。コントでしょ、こんなもん、ただのと。そう、立花さんがね、辞めたんです。当初を辞任します。責任を取って当初を辞任しますって言ったのことに対して、ガーシーは、立花さんが辞めたのは作戦だ。俺のせいではないと。責任取って辞めるとかいう言い方してるのが綺麗事だと思っていると述べたと。ね、NHK 党は、政治家女子48党っていうね、わけわかんないことを始めたんですよね。で、当初もなんか女の子に変わったんですよね。これについてガーシーは、立花氏から SNS で迷惑かけてコメント連絡があったとした上で、辞めなくていいと言ったら政治家女子48党の発足など作詞としての作戦を言われたと説明。俺に言ってることと違うこと言うのはやめてくれ。正直に本当のこと言ってほしいと不満を表した。さらに、日本に帰らなくてもいいと言うから、こっちは立候補したのに、今さら日本に戻せないから責任取って辞めますと、名前を女子党にしますというのはジョークだ、ただのコントだって強調したってことですね。これはもう何十回何百回と言ったけど、日本に帰らなくていい、国会に出なくていいって言ったのは俺じゃないからね、立花さんやからね、それを論点すり替えないでほしい、ほんまに、とめちゃくちゃ不満をね言ってんすね、立花さんに対してね。ガーシーが責任取って辞めるみたいな言い方でしたけど、俺はそれは綺麗事やと思ってるから辞めんでいいですよと言ったしね、何を言ってんの、ハテナでいっぱいやったからと、辞めんでよろしいやんって話をしたら、その政治家女子48党にしてどうのこうの作詞としての作戦をバーッと言われたからね、それを今更日本に連れ戻されなくて、その責任取って辞めます、名前は女子党にしますって、ただのジョークやん、コントでしょこんなの、ただのと。でこの48党の党首ってのは、政治家女子48党の新しい党首の大津彩香っていう女の人なんですかね、元アイドルなのこれ、よくわかんないですけど。で、そのガーシーの処分に対して、この大津さん、女の子は、おじいさんたちが勝手に気に食わないからってガーシー議員を追い出してやろうみたいな、そんな前例を作っていいのかなと思います。なさかよくわかんないけど、なんかそういうこと言ってんのね。ほんと、ギャグですけどね。まあだからガーシーもちょっと呆れちゃったってことなんですね。で、ガーシー議員の懲罰は最も重い処分で、国会議員の身分を失う除名とする方向で調整されている。まあ、なので多分、仲間割れをしたってことでしょうね。ガーシーもね、こんなはずじゃなかったって。まあでも、それは分かってましたけどね。最初からもう、この選挙って、参議院の選挙って、立花さんは、別にガーシーに興味ないわけじゃないですか。あの時、一番こう、YouTube で勢いがあったし、まあ、知名度がめちゃくちゃ高くなってたんで、立花さんがその参議院に向けて、ね、NHK 党一議席も取れないような状況だったから、まあ、また YouTuber でっていう、いつものノリですよね。前のヘズマリュウなんかと同じで。で、その中でガーシーは、まあ、ちょうどタイミングがあって、ぴったりあって、NHK 党のね、議席も確保できたし、お金も出ると。政党助成金っていうんですか、政党交付金っていうんですか、なんかそういうのももらえることになったと。まあ、ガーシーの役目はそこで終わりってことですね、立花さんにとってみたら。まあ、あとずっとやってたことは、まあ、そのガーシーは辞めてもいいけど、その残りかすみたいなことをずっとああでもないこうでもないって言ってただけですよね。でもガーシーは案外真面目だったってことですね。純粋なのかアホなのかちょっと分かりませんが、立花さんの手のひらの上で転がされて、まあ、結局立花さんがメリットあるようなことだけをに終わったってことですね。でガーシーは矢面に立たされて、まあ、もともとね、立候補なんかできるようなね、立場の人間ではないですよ。それ調子に乗って本当に立候補しちゃったと。帰らなくてもいいんだったら立候補してないってことですね、これだとね。でも、帰んなくてもいいからって言ったから、とりあえず立候補したってことですよね。でも、今更それで帰らないから責任を取って辞任しますって言われてもっていう話でしょ。まあでもそれが立花さんじゃ立花さんですかね。最初から分かってたことだろうなと思うんですけど、なんかなかなか面白いですよね、そういうのね。客観的に肌から見てる人間からすると、大体、あ、最初から分かってることじゃん、それってっていうことが多いのに、ガーシーが何もしないとかね、受かったところで何もしない、適当なことばっかり言う、そのガーシーだもんっていうところだし、まあ立花さんも口から出まかせてガーシーを適当なことを吹き込んで、
ガーシーそれを信じてやったけど、まあ、結局こういう結果になったと。でまた立花さんはそれをね、また変な風に使って今度は政治家女子みたいなのに名前変えてっていうのでやってて、ガーシーはもう橋も外されてるような状況じゃないですか。完全にね、橋も外されましたね。それは不満たらたらなのは当たり前だよなと思いますよ。まああとはガーシーが立花さんの暴露をどれだけするのかじゃないですかね。これだったら僕はそっちは面白いかなと思います。とことん仲間割れして、とことんこうガーシーと立花さんで叩き合い潰し合いをしてくれたら、こっから第2ラウンドで僕は面白くない、そっちの方が興味ありますけどね。そうなったら最高に面白いし、初めて僕はガーシーを応援したいと思います。そうなった時にね、ガーシーやれやれと思いますし、ガーシーの人気出るんじゃないですか。そうなると立花さん叩きをしたらと僕は思いますけど、まあそんな感じです。